野良時計は、高知県秋市にある、時計台である。明治時代に作成され、その地の地主宅に据えられた。秋平野のほぼ中央に位置し、田園風景に佇む姿は、秋市の観光名所の一つとなっている。国の登録有形文化財。土井村の大地主であった、畑中玄馬は時計に興味を持った。明治20年頃、アメリカ製の八角係時計を取り寄せて分解。 組み立てを繰り返し、やがて自作の時計を作ることを思い立った。独学ですべてのパーツを一人で作成したと言われる。当時は、ほとんどの人が時計を持っておらず、周囲の田園で農作業に従事する人々が時間を知るのに役立っていたと言われる。時計は、北側正面と東側、西側の3面にあり、作成当初は3面同時に動いていたと言われている。 その後は正面のみが動いていた。平成8年国の登録有形文化財となった。登録名は畑中家住宅。作成後120年あまり動いていたが、現場の孫にあたる畑中秀夫が平成16年に死去すると管理する者がいなくなった。ため止まった。翌年の平成17年6月10日に遺族が協力して再稼働を果たした。なお、 やぐの内部は一般公開されていない。野良時計と田園風景。ありがとうございます。